デイブディグループは1960年代に活躍したイギリスのポップロックバンド。グループは日本での見つかわれた故障でメンバー5人のニックネームを並べたデイブディ、ドジ、b e ー,ー・ミックティッチが正式なバンド名。略称は DDDBM&T。デイブディグループ1961年、イギリス南部のウィルトシャーでデイブディ、ドジ、b e ー,ー・ミック、 ティックの5人で、全身バンドとなるデイブ・ディーザ・ボストンズを結成。1964年の夏、ハニー・カムズや、ピーター・フランプトンが在籍した、ザ・ハードなどへの曲提供で知られる、ソングライターのケン・ハワードとアラン・グレイクリーに認められ、イギリスのフォンタナレコードと契約。名前を、デイブ・ディー、ドジー、BT ーー、ミック・キッチに改め、シングル、ノー・タイムでデビュー。 1968年2月20日にシングルキサナドゥの伝説を発売。同作は全英シングルチャートで第1位を獲得し、100万枚を超える売り上げを記録した。日本でのレコードはイギリス本国での8枚目のシングルにあたるタッチミータッチミーから発売。折からのグループサウンズブームに乗り、ザ・ジャガーズがキサナドゥの伝説をザ・カーナビーズがオーケー。 おそれぞれ日本語でカバーし、ヒットさせた。1969年には来日している。彼らの曲は、本国、イギリスや日本のほか、ドイツ、オランダ、カナダ、オーストラリアのチャートにランクインしたが、アメリカでは、ザバダックが、かろうじて52位、キサナドゥの伝説は100位圏外と、全くヒットしなかった。1970年、デイブディが、ソロ歌手として独立。 残ったメンバーはそのままドジー、b ー、ミックキッチとして活動し、アルバムも制作するが両者とも大きな成功は収められなかった。1980年代以降、何度か5人で再結成し、2000年代に入ってもコンサートを行っていたが、2009年1月9日、デイブディが前立腺がんにより死去。2015年1月13日にドジーが死去。 デイブデー同時、ビッキー、ミックティッチデイブデー同時、ビッキー、ミック&ティッチデイブで、同時、ビッキー、ミックティッチデイブー同時、ビッキー、ミックティッチデイブー同時ビッキーミックティッチありがとうございます。